すごっ。それもお話し会も売れまくってるし、だって、いや売れまくってはないです売れまくってはないけど、でもまあありがたいことに私のなんかにね、たくさん完売もたくさんっていうか、まあ自分にとってはね、こんなに完売がつくことはすごく嬉しくてありがたくて信じられないんですけどそう嬉しいなって思うけど、やっぱ選抜に入ってるってなるとね、足りないよって思われるかもしれないけど、そう、まあ地道にそう皆さんをね楽しませて、ぜひ来たいなって思ってくれる方が増えたらいいなって思います。お話し会楽しみだ、だってよかった、楽しみにしてくれてありがとうございますの MV 公開楽しみだって、おーすごい嬉しい、ありがとうございますね。さっきなんか短いショートバージョンみたいな、まあ、ショートとまではいかない、なんかもうほんとマジで短な感じのやつが出たんですけど、私はね髪をくくってるんです自分の意思じゃないですよ、私は本当は嫌だったんですよ、あの髪をくくるのが本当に嫌で、なんで私だけってすごい思ったんですけど、まあちょっと明日のミュージックビデオをね見ていただければ、あこういうことなのかなって思うと思います。うん、本当に嫌だったんですけど、え嬉しかった、だって本当に嬉しかった、だってなんで可愛いって本当に、ありがとうございます。ポニテではない下結びって感じ、うん、そう高速そう高速だったんですよ、高速だったんですよってか高速っぽいよね、あの結び方、これはポニーテールではないです、高速結び。ね、明日なのでお楽しみに、うん、制服と合っててよかった。制服、あの制服かわいいよね、紺のやつ、私ああいう制服憧れてたからめっちゃ嬉しかった。私ブレザーとかよりああいう制服の方がなんか結構好き、うん、でもなんかなんでああいう制服になったかっていうと、なんか AKB のなんかお偉いスタッフさんの趣味らしい、趣味あのお偉いスタッフさんがの趣味でああなったんだよって、そう、それは知りたくなかったそう、ごめん言わない方がよかったかなそう、一気に違って見えてきたやばいやばいやばい、明日見ながら趣味なんだってよぎりそうだって、あぜひよぎってください、うん、もちろんおじさんだよね、だってはい忘れます、忘れてください、うん、
ね、ミュージックビデオ楽しみ。だからいつの間に撮ったって思わないみんな撮ってたんですよ。思いましたって、いつだって思った、確かに本当いつって、そういつの間に撮ったって思うじゃん、思うでしょ。完成版見ました。お代理匂わせないからな。そうなんです、私匂わせとかしないんです。今日撮影みたいなの、なんか大事な、本当ミュージックビデオの時とかは本当にそういうのを一切匂わせないような SNS する。なんか なんか寒すぎるみたいな、寒い場所にいるとか、なんかそういう、なんかそういうの、そうない、絶対やんないようにしてる。そういうのすぐ嗅ぎます。そう、ファンの方はそういうのすぐ嗅ぐし深読みするから、ちょっと気をつけないとって、扱い方、そう、皆様の、そう、かわいすぎ、付き合ってやってごめんなさい。今んメール取ってるよ、ありがとう。今日2通来た。来た4。髪染めました、だってエクステつけるときに染めました。お代理は香水何使って、白のホワイトリリーとディオールのやつとマルジェラ、3つぐらいローテーションして使ってますね。 MV 楽しみだ、予告だけで泣けるだって、泣いちゃったんですか、楽しみにしてください明日。ディオールって鉄板らしいね。ディオールでもミスディオールっていうピンクの四角いケースの香水をよくみんな、結構人気だけど、私はなんかクリスチャンディオールのなんか峯岸みなみさんが AKB 卒業するときになんかチーム K、 その時にチーム K メンバー全員にくれたクリスチャンディオールの香水。匂いフェチだったりしますか？匂い、いい匂いだなって思うと嬉しくなる、ね、ひーちゃんの香水がめっちゃいい匂いなんですよ。でもひーちゃんの香水は匂いはきつくないんだけど、匂いの広がり方がえぐくて、本当なんかもうすぐ、あ、ひーちゃんだってわかるの。そう、広い範囲が、匂いの範囲が広い。何系の香りだって、あれは何なんだろう、なんか見ても緑っぽい匂い。
あ、緑、なんか色に例えたら緑。何なんだろうねあれ、何の匂いなんだろう。めっちゃいい匂いなんですよ。だから昔ひーちゃんがバニラの匂いみたいな香水つけてて、バニラの匂いがすっごい苦手で、バニラとココナッツみたいな、あとなんかシトラス系もちょっと苦手なんですけど、でバニラつけてて、どうって言われた時にあんま好きじゃないって言ってそう、あんま好きじゃないって言ったら、そう、でも次会った時はこうあの香水変えてて、正直だって正直で素敵って、かめっちゃいい匂いになりました。うん、めちゃ好きな匂い。火怒んないんだって。え、なんかね、もう最近めっちゃ怒られる。なんかなんでって思う。なんかなんでっていうか、でひーちゃんとの会話には、ひーちゃんはなんか、ひーちゃんなんかもう、ま、なんかひーちゃんがなんか言うと、なんかもう答えがもうあるの。なんかなんて言うんですかね、二重丸丸三角×みたいな、なんかもうその受け答えでもうなんか点数つけられてるみたいに、なんかこの返し二重丸、この返し丸、この返し三角、この返し×みたいな、なんかもうそういうもうなんかテストみたいになってきた最近。なんかそうそう、なんかテストなの本当に、なんか本当に。で最近私本当それで×ばっかり出してめっちゃ怒られる。なんか私なんでこんなにそう怒られるんだろうってぐらいすごい厳しい。うん、なんて言う、なんだろう、なんかなんだろう、例えば昨日もすごい思ったんですけど、なんだろう、なんかね、ひーはなんとかなんとかに、なんとかなんとかにどこどこに行くんだみたいな感じで言われて、あ、そうなんだって、普通にあ、そうなんだぐらいにしか思わなくて、そうなんだ、いいなみたいなって言ったら、思ってないでしょ言われて罰でした。はい、でも本当に本当にそうなんだしか思い浮かばなくて、なんかえだ、いやなんか本当にそう興味ないっていうか、なんかなんか興味ないくて、別にそのえみたいな、えじゃあなんなんかな本当に興味なくて、なんかそう。で、あとなんか「ひーの今の髪色どう思う？」って言われて「一番好き」みたいな「え、本当？」って言われて、そう「えりもこういう色にしたかったんだよね」って言って「え、真似しないでね」みたいな、なんかなって、あって、あ、そのしたかったっていうのは言わない方が良かったかなっていう、あ、これ三角かもって思ってなんかそう、なんかそういうのとかあったり、うん、途中まで良かったんだけど、そうなんか三角になっちゃったり、なんかもう本当に昨日なんか私なんだろう、なんかすごい本当にそう、なんかなんて返したらいい正解なのかなってもうずっと考えてた。なんか自分の思うことよりなんて返したらいいんだろうってそうそのそう、なんか向こうが求めてる返事ってなんだろうって昨日帰り道にすっごい考えてて、そうなんか
なんか疲れましたそう、エリーなんかその時にもう話すのやめようって言った。なんかもういいちゃんとなんかもう罰ばっかり出すからもう話すのやめるって言ったの、ひーちゃんに。なんかもう話すのやめよそうって言って、えなんか笑っててでもそっからそう話すのやめたんだけど、ツイッターでツーショット載せちゃったMV 絶対可愛い気がしてきた。いや期待しないでください本当に。私が映るたびにひーちゃん笑ってたもんだって笑ってみんな結構笑ってた、うん、なんか笑ってた、うん、なんか期待しないでください本当、うん、YouTube 最近見てる？だって最近見てない、見てないです。見る時間が、眠くなってきた。だってもうずっと眠い。さっきかまいたちチャンネル見てた。だってドスコイ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 みたいなオープニングですよね。かまいたちさん、かまいたちさんのチャンネルはこの前メイクしながら、なんか濱家さんが娘に作ってるお弁当を再現して作って、あの濱家さんの相方さんが食べるみたいなあの動画は見ました。うん、あ山内さん、うん、
コロチキ最近見てない。私も見てない。コロチキさんの YouTube 最近見れてないです。 Twitter の一新衣装の全身写真待ち受けにしちゃった。だって本当にありがとうございます。 YouTube やらないの？だってやりたいよ。うん、ナダルさんのドッキリはもうもちろん見ました。私ナダルさん尊敬してるので。この前セリカがナダルさんとテレビに出てた。そうなの？え、めっちゃ羨ましいんだけど。なんで？今のお代理が一番可愛い。ありがとうございます。イーちゃんのことで頭いっぱい。そんな人がさ、この地球に存在していることがもう本当ありがたい。ありがとうございます。すごいことだ。だって本当すごい。頭の1割ぐらいお代理です。だって、え、1割でも売れていいよ。俺ピーマンです。うん、エリちゃんどうやってそんなに垢抜けたの？そう、私ね、垢抜けたんですけど、結構昔の写真とか見てると、別になんかすごい、別にその時はその時ですごい自分的には好きな自分だったんだけど、こうやってね写真見ると、あーってなんか大人っぽくなったなってめっちゃ思いますね。うん、自分で言うの？だって、うん、自分で言うって、でも普通に垢抜けたっていうか、うん、うん、田舎の子感あった。だって、いや、なんかあんまり都会って感じはみんなそんな好きじゃないかなって思って、まあ、自分もそういう人が、そういう人になりたかったから、なんか都会っていう感じの雰囲気よりもなんかもっと身近あって、なんか親しみやすいみたいな感じになりたかったから。そう、どうやって垢抜けましたか？なんだろう、メイクとかめっちゃ覚えたからかな。メイクとか覚えたり、でも最近はエステっていうか、あの、昨日普通にマッサージみたいなあったんですけど、なんかエステ的な要素もあって、昨日は顔、あの、顔ちょっとやってもらいました。ガチめな答え出てきた。だってそう、フェイシャルマッサージかな。そう、昨日は毛穴洗浄、なんかサービスでつけますねって言われて毛穴洗浄してもらいました。ありがとうございますとかって言って、
毛穴洗浄してもらいました。うん、そう、すごそうだって。なんかそう、そういうのかな。アイドルってやっぱりしてるんだ。でも初めてです。なんか10月のコンサートがあって、本当に体がもう無理無理っていうか、なんかもう本当だるいみたいな、動いていっぱい動いて疲れて、もう体に疲れが溜まっちゃうみたいな、それを友達に言ったら、あ、いいとこあるよって言われて紹介してもらったマッサージっていうか、なんかエステなのかな。そう、そこに、そう、2ヶ月に1回ぐらい行ってます。本当に体がやばい時、そう、マッサージもしてくれるし、なんか綺麗にもなるしみたいな、そういうところには去年の10月ぐらいから行き始めました。行き始めたっていうか、マジ2ヶ月に1回ぐらいしかまだ行けてないけど、そう、だからマッサージしてもらってって感じかな。そう、でも昨日はもう毛穴の洗浄もしてもらって、美容の話はゆっくりになる。確かに、化粧水の浸透ありえないくらい良くなりますよね。だって昨日もなんか家に帰ってきたのが夜遅すぎて、あんま覚えてないや、化粧水の浸透の感じ。美容はお金かけた分返ってくるから。そう、なんか私、仲里依紗さんの YouTube もめっちゃ見てるんですよ最近。すっごい見てて、仲里依紗さんの、そう、 YouTube をすっごい見てて、でなんか仲里依紗さんもニキビができたらもうすぐ皮膚科行ってやってもらうとか、めっちゃ肌にはお金かけてますみたいな、すごい、なんかその YouTube で見たのね。あ、だからやっぱ女優さんとかもなんか肌にやっぱ相当ね、いろいろそうお金かけてるからあんな綺麗なのかなって思って、そう、あ、そうなんだって。皆さんももう元々綺麗かもしんないけど、やっぱりそれさらになんかすごいそういう努力もあるからあんな綺麗なんだって思ったの。そう、だからそう、やっぱそうだから、かけるとこはかけないとって思いました。でも私あれやってみたいんです、顔に針刺すやつ。顔にさ、いっぱい針刺してさ、なんかストーリーとかに載せてたじゃん、なんか一時期みんなこうやって、いや針なうみたいな、なんかさ、こういうのあれやってみたい。あれ意味あんのかな。あれ意味あるん？あれ憧れだったん、ずっと。あれやってるの見たい。だってそう、あれね、憧れだったんよ。美容針かな。そう、
すっきりするらしい。だって体が、針めっちゃ効きますだって。え、そうなん。針はツボにピンポイントに入るのよ。昨日背中に針刺してきた。顔が上がるみたいよだって。やってみたい。楽しそう。なんかめっちゃ怖いけど、針とか顔に刺されるの怖いけど、あれをやった時の自分の写真を撮りたくて、ストーリーに載せたいの。こうやって針なのみたいな感じで載せるのが憧れだから、ちょっと一回やってみたい。そう、髪の毛ほどの細さなのよだって。そうそう、めっちゃ細いんだよね針が。ここで地震来たら終わるなって思いながら針されてる。え、すごい、経験者結構多いね。針の経験者多い。顔のやつ最近見ない。そう、なんかさ、針のやつ終わっちゃったよね。なんかみんなブーム終わったよね。針、顔に針刺すやつ、まだやってないのに私。ブームあったんだ。だってあったよ、やりたい。あれ絶対やったらストーリー載せるね。自分で顔に針刺してみればだって怖っ。サイコ、サイコが、サイコな人がいらっしゃる。おもろ、怖っ。おもろくない、普通に怖っ。自分で顔に針刺せばそういうやつじゃないんですよ。うん、国家資格。あ、そうなんだ、国家資格ないとできないんだ、あの針。ネイル行ったことない。でも最近友達がネイリストになったんですよ。ネイリストになって、だからいつか初めてのネイルは友達にやってもらいたい。
リサイタルのグッズ作ってくれた友達もいる。そう、絵が上手な友達もいるし、だから結構なんか友達が多彩な友達多い。なんかいろんな種類っていうか、そう、あ、そう、今はこんな可愛い色塗ってます。明日お仕事ですか？お仕事です。明日はね、レッスンとね、舞台の稽古があります。うーん、休みね、今月ないね。うん、1日だけ休みは歌舞伎見に行ったし、でも FF 歌舞伎もう一回見に行きたいんですよね。本当に見たいの、もう一回。舞台見に行きます。ありがとうございます。なんか私本当にね、 FF 歌舞伎マジで泣いた。私ね、多分3回泣いたかな。3回ぐらい3回は泣いた。うん、また見たいな。また見たい。また見たい。ほぼ初めて来たけど、配信入った時に選んでコメントできるやつの選択肢、個性的すぎてびっくりかな。そう。ぜひ選んでたくさんコメントしてね。じゃあ今日の配信はこれで終わろうかな。皆さん配信見てくれてありがとう。また明日も配信します。ということで、ではおランキング読みます。いきます。13位、マッカーシーアットダッシュ。12位、ヒノト。11位、カホ。10位、サイレントディームーン。9位、ファデル。8位、ごめん先生。7位、中堅。6位直樹。5位、振り向けばそこにパオン。4位、白地アット ODA 神吉。3位、みやちゃん。2位、ソニーアットおだし。そして1位はマーアットおだし。ありがとう、配信ありがとうございました。ということで皆さん、今日は良い夢を見てください。バイバイ。バイバイ。